ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。こんにちは、みんな。今日は妖怪のみんなと一緒にかくれんぼしよう。妖怪は変身したり隠れたりするのが上手だよね。誰が一番上手にかくれんぼできるかな。うはは、私だよ。私だもん。僕カメラができるもん。僕以外ありえないよね。僕だよ、僕。絶対僕がいいわけじゃん。決まってるでしょう。みんなやる気満々だね。じゃあ鬼は私とピンキッズニニもね。それじゃあみんな隠れて。わーい。もういいかい。まだだよ。よもういいかい。もういいよ。みんな一緒に座敷わらしを探しに行こう。ニニ。座敷わらしはどこに隠れたのかな。座敷わらしどこかな。ピンクの着物。座敷わらしどこかな。探してみよう。ここかな。ニニ。もくもくれんだったんだ。全然気づかなかった。テーブルの近くにいるかな。ポッポー、僕たちつくも神だよ。はあ、今度こそ座敷わらしだと思ったのに。あれ、掛け軸の後ろに赤い何かが動いてる。ニニ、なんだ、招き猫だったのね。みんな、もう一度座敷わらしを探してみよう。あそこにピンク色の何かがあるよ。座敷わらし、見つけた。上手に隠れたと思ったのに。早く他の友達も探してみよう。もういいかい。もういいよ。みんな、私たちと一緒にカッパと天狗を探しに行こう。ニニ。ここのどこかにカッパと天狗が隠れているはず。みんな、まずは天狗を探してみよう。天狗はどこかな。黒い翼。天狗はどこかな。探してみよう。あれ、誰だろう。ニニ。ああ、私はカラスだよ。寝ようとしてたのに。ごめんね、カラスくん。ニニ。木の上に黒い翼が見えるよ。天狗かな。はっはっは。よくぞ私を見つけたな。すごい。この黒い翼で誰よりも高く飛べるよ。はっ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 は。じゃあ次はカッパを探してみよう。みんな一緒に探してくれる？カッパはどこかな。キュウリ大好き。カッパはどこかな。探してみよう。池の中に何かいる。カッパは水が大好きだからきっとカッパだわ。カッパじゃなくてパーチだよ。もしかしてこの緑色は？ニニ。これはキュウリ。カッパじゃなかった。わーい、僕の大好きなキュウリだ。あ、ここに隠れてたんだ。ニニ。カッパ見つけた。キュウリのせいで見つかっちゃった。でもまあ美味しいからいいか。もういいかい。もういいよ。さあ行ってみよう。みんな一緒に三つ目小僧とのっぺらぼうを探しに行こう。いい匂い。みんな
まずはミツメ小僧を探してみよう。ミツメ小僧どこかな、三つのお目目。ミツメ小僧どこかな、探してみよう。あれ、あそこに何かが動いてる。ニニ、ミツメ小僧の目にそっくりな水風船だった。もう一度探してみよう。ミツメ小僧はどこにいるんだろう。そうだ、お面屋さんにいるかもしれない。みんな一緒に行ってみよう。見つけた。へへ、見つかっちゃった。うまく隠れたと思ったのに、僕が瞬きしちゃったから。あとはのっぺらぼうを探せばいいね。じゃあ一緒にリンゴお目屋さんに行ってみよう。のっぺらぼうを探してみよう。のっぺらぼうどこかな、すべすべのっぺらぼう。のっぺらぼうどこかな、探してみよう。あそこに何かが動いてる。あれ、これはリンゴ飴か。あ、あそこに白い何かが動いてる。あつ、あつあつのたい焼きだわ。わあ、おいしそう。ニニ、じゃあこのたい焼きを一緒に食べましょう。あ、かき氷も食べてみよう。かき氷にかけるシロップを選びましょう。おお、あ、くすぐったい。のっぺらぼう、見つけた。わあ。わあ、かき氷のシロップで僕のすべすべな顔がベタベタになったよ。おお、顔。みんなのおかげで今日は本当に楽しかったよ。僕も本当に楽しかったよ。また一緒に遊ぼうね。みんなでお祭りを楽しもう。それじゃあみんな、またね。バイバイ。ニニニ、こんにちは。ピンキッズはどこに遊びに行ったのかな。こんにちはピンキッズ、ここは海の動物の保護所だよ。ここは怪我をした海の動物たちが休んで遊べる場所なんだよ。待って、みんな気をつけて。あ、おっと、怖がらせてしまってごめんね。遊びたかっただけだよ。一緒にかくれんぼしてくれる？ママとパパと僕が隠れるね。探してみて。なんと、かわいい灰色のベイビーシャークだね。かくれんぼ？それは楽しそうだね、ピンキッズ。ベイビーシャークと一緒にかくれんぼしてみよう。楽しそうだね。みんなちゃんとできるかな？助けてあげるね。ママシャークと一緒に灰色の尻尾のママシャークを探そう。ねえママシャーク、どこ？灰色の尾びれ。ねえママシャーク、どこ？灰色の尾びれ。あれ？あそこで誰か動いたよ。灰色のママシャークかな？おい、それは俺の尻尾だ。ごめんね、ワニさん。間違えちゃったわ。あ、あそこに灰色の尻尾が動いてる。灰色のママシャークかな？そうよ、灰色のママシャークだよ。みんな上手。今度は灰色のパパシャークを探そう。いいね。みんな灰色のパパシャークを探してみよう。パパシャークと一緒に灰色のパパシャークを探してみよう。
灰色の帯で灰色の尻尾、灰色のパパシャークかな。うわー、寝ようとしてたのに。あ、サメだ。怖がらせてしまったね。灰色の尻尾、パパシャークかな。そうだよ、みんな、灰色のパパシャークだよ。探してくれてありがとう。ママシャクトゥルルルル、パパシャクトゥルルルル、ここだよトゥルルルル、ここだよ。わー。最後に灰色のベイビーシャークを探そう。ねえベイビーシャークどこ、灰色の帯で。ねえベイビーシャークどこ、灰色の帯で。みんな、ここに尻尾が2本あるよ。どっちが灰色のベイビーシャークの尻尾かな？こっちかな？一緒に灰色のベイビーシャークを呼んでみよう。ベイビーシャーク？そこにいるの？やあ、子供たち。ようこそシャチの洞窟へ。おもちゃも、おいしい食べ物もたくさんあるよ。いけない。知らない大人についていっちゃダメ。なに？ふふ、早くついてきなさい。いけない。大人を呼ぼう。助けて、助けて。何をしているの？下がりなさい。ああ、ごめんなさい。助けてくれてありがとう。ピンキッズみんな、大人を呼んでくれてありがとう。シャチの洞窟ね。みんな知らない大人にはついていっちゃダメですよ。はい、気をつけます。ベイビーシャークトゥルルルル、ベイビーシャークトゥルルルル、ここだよトゥルルルル、ここだよ。わー。灰色のママシャーク、灰色のパパシャーク、灰色のベイビーシャーク、灰色のサメの家族を探したね。みんなありがとう。今日は楽しかったね。また一緒にかくれんぼして遊ぼう。また会おうね。バイバイ。どこかな？みんなどこかな？かくれろー。ロックロックビットかくれんぼ、ビヨヨヨヨヨ。ロックロックビットかくれんぼ、ビヨヨヨヨヨ。かくれてかくれてかくれんぼ、かくれてかくれてかくれんぼ。よよよよ。空飛ぶ天狗とかくれんぼ、山で隠れるかくれんぼ。もういいかい、もういいかい、木の後ろかな、ビヨヨヨヨ。空の上かな、ビヨヨヨヨ。いないいないいないいな、こっちかな、ボー、あっちかな、あ、早い、天狗だ。見つけたよ。カッパと一緒にかくれんぼ、川でかくれるかくれんぼ。もういいかい、もういいかい、岩の後ろかな、ビヨヨヨヨ。水の中かな、ビヨヨヨヨ。さん、見つけたよ。
ビーとかくれんぼ、ビヨヨヨヨヨ、ロックロックビーとかくれんぼ、ビヨヨヨヨヨ、座敷わらしとかくれんぼ、おうちでかくれるかくれんぼ、もういい。いないいないいないいな、こっちかな、ばあっちかな、ばあ見つけたよ。ロクロクビとかくれんぼ、ロクロクビとかくれんぼ、遊び場だよ。どんな動物でも楽しく遊べるよ。わあ、早く遊びたいね。ピンキッツ、みんな一緒にかくれんぼして遊ぼう。サメの家族を探せたら美味しいわたあめプレゼントするよ。わたあめ？美味しそうね。サメの家族を探してみよう。わあ、いろんな色の滑り台ね。みんな、ママシャークを探してみよう。ねえママシャークどこ？ピンクの尾びれ。ねえママシャークどこ？ピンクの尾びれ。みんな、ピンク色の尻尾が見えるよ。誰かな？ママシャークかな？やあみんな、僕は豚だよ。ブーブー。滑り台登るの得意なんだ。あらまあ、滑り台に登るのは危ないよ。あれ？サメの尻尾が2本見えるね。どっちがママシャークの尻尾かな？当たりよ、みんな。オレンジ色はおばあちゃんシャーク。このピンクはきっとママシャークだね。ママシャーク、いますか？うわあ、当たりだよ、みんな。見つかったわ。この滑り台、本当に楽しい。本当？うわボールプールに来たよ。上に雲梯もあるね。きっとパパシャークがここにいるよ。探してみよう。ねえパパシャークどこ？青い尾びれ。ねえパパシャークどこ？青い尾びれ。この尻尾をどこかで見たような。誰かな？ガオー、俺だよ。世界で一番強いんだ。ガオー、そこをどいてよ。君がどいてよ。いや、君がどいてよ。どいてよ。二人とも喧嘩しないで仲良くしなさいって言ったよね。あ、パパシャークだ。ごめんなさい。みんな、譲り合って仲良く遊ぼうね。いいね。ママシャクトゥルルルル、パパシャクトゥルルルル、ここだよトゥルルルル、ここだよ。わあ。うわー、空を飛んでるみたい。楽しいね。
みんな、トランポリンでジャンプしてベイビーシャークを探そう。ねえベイビーシャーク、どこ？黄色い尾びれ。ねえベイビーシャーク、どこ？黄色い尾びれ。ピンキッズ、みんな、もうちょっと高くジャンプして。わあ、とっても高いね。さあ、ベイビーシャークはどこかな？ベイビーシャーク見つけたよ。わあ、見つかっちゃった。ピンキッズ、みんな、すごいね。ベイビーシャーク、ジョルロルロ。ベイビーシャーク、ジョルロルロ。ここだよ、ジョルロルロ。ここだよ。ママシャーク、パパシャーク、ベイビーシャーク、サメの家族探したね。みんな上手だね。はい、ピンキッズ、約束した綿あめだよ。あ、そうだ、みんなもどうぞ。わー、ありがとう、ベイビーシャーク。本当に美味しそう。食べ終わったらブランコ乗りに行きましょう。いいね。わーい、みんな楽しかった？ピンキッズチャンネル登録してね。 YouTube からピンキッズで検索してね。